明けましてありがとうございます。本年もよろしくお願いいたします。さてこちらの会場では仙台の経済界の方々が集まり新年の集いが行われております。2013年1月4日仙台市と仙台商工会議所が中心となり新年の集いが開催されました。復興2年目の今年、昨年以上に一致団結しようと仙台の経済界やゆかりのある方々およそ1200人が集まりました。被災地についての関心が薄れているのではないか、風化が進んでいるのではないか、そういうようなご懸念の憂いの声もお聞きするところでございます。しかしながら私は仙台市長といたしまして、風化などということをさせてはいけない、それは被災地からさらにさらに風化を吹き飛ばすほどの大きな声と熱意でもって被災地の現状を訴え、そしてまた我々がいかに何をどれだけ成し遂げてきたか、成しつつあるかを訴えなければいけないというふうに思っているわけでございます。いやー、今年はなんとなく明るいですね。非常にいいです。去年の今頃はなかなか心の底からですね、おめでとうございますと、そういう雰囲気ではございませんでした。しかし1年が経って心の底からおめでとうございますと言えるようになりました。引き続きですね、岡山市長さん、鎌田海人さんと力を合わせまして、景気がさらに良くなるように頑張っていこうと思います。今日も国会議員の先生方たくさんおられますけれども、与野党の先生方には復興の財源を確保するだけではなくてですね、やはり日本の景気全体を良くするような施策をしっかりとまずそこに軸足を置いて手を打っていただきたいと思いますし、自治体としてもそこに最大限努力をしていきたいということをお約束させていただきたいと思います。仙台の復興のために、そして明るい未来のために、みんな揃ってチーム仙台乾杯。仙台を代表するリーダーたちは今年もさらなる復興に向け力が入ります。復興の促進をする年であるということで、いろんなものは整ってるんですね。予算もありますし制度もありますし、ただそれが進まない、何らかの理由、人が足りないとか物が予算よりも高くなってるとか、そういうことがありますので、その一つずつこうよくよく詰めながらですね、進めてなんとか誰が見ても復興が進んでるなと実感できるような、そんな年にしたいですね。電力の、供給がね、ままならない中で、節電のですね、需要にしっかりと我々 LED 照明でですね、応えることができたと、このように思っていますし、よりそれをですね、今年も積極的に、拡大をしていきたい、このように思っています。やはりその皆がその郷土に対する愛着というか愛情をですね、本当限りなく深く添い込んでもらうという部分でね、そういうことでやっぱりその共同の部分を応援できればなと思っております。震災からまだ鉄道も全ての路線で復旧ができているという状況ではございません。そういう中でですね、少しでも地域の足をしっかりと守っていくために努力してまいりましたけれども、これは今年も引き続き大きな課題だと考えております。仙石線とか常磐線とかルートを内陸の方に移すという路線もありますけれども、今手続きを精力的に進めておりますけれども、一日も早い復旧に向けて努力してまいります。またその他の線区もですね、その地域の皆様の足としてですね、しっかり役に立てるようにですね、これからも努力してまいりたいと思います。新聞社ですから被災者に寄り添う報道をこれからも続けますし、復興に向けての提言まとめ、その実現に向けてのさまざまな議論を深めていきたいと思ってますし、その一方で全国各地からいろいろ復興に向けてお役に立ちたいという人がいっぱいいらっしゃいますので、そうした方とですね、被災地をつなぐ人と人、地域と地域をつなぐようなですね、コーディネートの役割をですね、地元の新聞社としてですね、ますます高めていきたいと、そのように思っておりますんで。一言で言えばですね、ぜひ今年は皆さんが希望を持って前に進めるように、いろんな意味で私どもの企業はお手伝いをしたいと思います。私は本当みんな早いところね、いい年を迎えてほしいなと思っています。でもやはりできる人からまずスタートして、ね、前に前にと進みながら、そしてまた遅れる人もあってもですね、その人たちもまたいずれは復興して
ね、みんなでいい年が迎えて、いい年になるように祈ってますとおかしいんだけど、じゃなくてね、みんなで本当に、ね、そんな気持ちでいます。この仙台とかですね、津波の影響を受けてないところからまず元気になって、それで、実際に津波を受けたところにね、ある程度お手伝いができるようなことになるといいんですけれども、まず何よりも、東北の中心である仙台が、もっと良くなるということが大事かなというふうに思っています。政権が変わってというとちょっとあれかも分かりませんけど、本当の意味で の, その復興というのにちゃんと予算も地元にもお金も回ってくるんだと思いますので、これを足がかりにして、より復興のスピードが早まればいいなというのを、またその復興にお手伝いできればいいなというふうに思いますね。やはりその沿岸エリアの人たちはまだまだ復旧も復興もできない状況にありますので、決してこの仙台市内だけを見るんじゃなくてですね、そういう地域の人たちの、まあ、話も聞かせていただきながら、それぞれの企業の立場で対応できる部分は精一杯対応していくというのが今年の目標でもあるなというふうに思っています。我々、商店なんですけども、そこで、頑張ってできるもんなのか、これはあとはその政治とかいろんなその上の部分での動きというのがあるでしょうから、その分も含めていろいろお願いしたい部分もあるし、我々の努力も必要かな。やっぱり通信、電気ガス水道と同じぐらい大事だというふうに言われてますんで、これをですね、いざという時に使えるようにするというのをですね、心がけて、それは分かるようにですね、お客様の皆様にご案内できる重要な年にしたいと思ってます。で、仙台市場を見てみますと、老舗のホテルさんがね、だん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 長い年月をかかるうちに、撤退されたりとかね、そうなってきてるんですけども、これやっぱりね、ここにきちっとしたものを、本物をお出ししてね、お客さん喜んでいただけるような会場としてあり続けると、これがね、大切だと思います。それにはただの復興のね、特需みたいなものをきっちりとですね、特需で終わらせないで、これで地域の活力に、ね、変えていかなきゃいけない1年だと思っております。政権も変わりましたんでね、やり方として今までとだいぶ違ったやり方をやってくれるんじゃないかと思いますんで、それを期待しています。震災から時間が経過するにつれて、忘れてはならないものまでも忘れてしまうということが、やはり、なんていうでしょう、いわゆる風化と呼ばれる状況につながっていくのかなと思いますので、基本的に被災地に向き合う姿勢、我々が被災地に住まうものとしてできる形というのは、これはまずこれからも去年に限らず今年も来年以降も続けていくのかなというふうには思っています。2012年は復興元年と言われたんですけども、復興元年と言われたことすら忘れておられる地域も出てき始めているということを考えて、やはりこの仙台から復旧だ復興だということを世界に発信して、減災を世界中に提案できるような、世界に PR できる素敵な仙台という形で目指したいなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。期待という言葉をね、最初に思い浮かべますね。一つはやっぱり政治の安定を期待したいし、それから経済の、ね、見通しについて期待をしたいというふうに思いますから、今年は期待という言葉で始まったなというふうに思います。2つ大きなうねりがあると思いましてね、で1つはその復興のうねりです。それからもう1つはね、企業の進出に象徴される、ね、産業の構造の変化ね、まあ、産業構造の高度化みたいなものですね、そうした大きなうねりが2つありますから、そのうねりにね、上手にこれを活用して、我々自身それぞれの立場でね、頑張っていけばいいんじゃないかというふうに思いますね。去年1年は、まあ、苦しい年でしたね。いろいろなものがですね、まあ、特に原子力の問題を中心になかなか先が見えない、それで一生懸命努力はしてるんだけれども、成果がなかなか出てこないという、まあ、そんな年だったなと思います、ね。いろんな視点があると思うんですけど、まず原子力発電所の問題はですね、これは私どもは安全最優先で考えたいと思います。で、安全最優先というのは、まあ、今の設備対策で安全だと思うんですけれども、地域住民の方々がですね、不安をお持ちになっているということは良くないわけで、安心できるような、まあ、こんなにもやってるんだというようなことをですね、耐震対策とか
津波対策、そういうものをきっちりやってですね、それであの地域の方々にご理解をいただいて、その先に再稼働があるというふうに、これからいろいろなものがあの、なんていうんですか、決着がつけたり、あの道筋が見えたり、あの成果が上がったりする年になると期待しています。2年目の春を迎えようとしています。被災者の方にとっては長い時間だったと思います。そうした中で被災された方々が本当に復興が自分たちのために始まったんだと実感していただけるように、その手応えが感じられる年にしていきたいと、そういうふうに思います。2013年の仙台経済界もいよいよ本格始動。政治や経済など大きく変化する年になることと思います。そして今年はどのように復興していくのか期待が高まります。